競争的資金とは、資金配分主体が、研究課題などを広い範囲から募集して、応募してきた、研究課題を評価付けし、それによって採用する研究を分ける、という手順を経て、結果として採用された研究を行う研究者などに、配分する研究資金を指す用語である。なお、第三期科学技術基本計画などにおいては、競争的資金という文言が使われているが、 内閣府等の科学技術関係施策の議論の場においては、競争的研究資金という用語の方が使用されることもある。総合科学技術会議の競争的研究資金制度改革についてにおいては、競争的資金とは、資金配分主体が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数のものによる、 科学的、技術的な観点を中心とした評価に基づいて、実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金を言う、と記載されている。応募者全員が得ることができるわけではなく、応募者同士で競争させ比較し、良い研究に対してお金を配分するが良くない、研究に対しては配分しない、という判断が働いているという意味で、競争的との言葉が用いられている。 研究者が研究開発を進める際の研究費は様々な形態が存在するが代表的な資金の形態としては所属機関等により提供される基盤的経費としての資金と外部資金として獲得する競争的資金の二つに分けられる。中でも競争的資金は提案公募等の形式により研究課題が決定されるため競争的資金制度に採択されるかどうかが 研究開発の進め方を大きく左右する。ありがとうございます。